はい、キャプテラの並びになってきて、はい、QR コードがどちらありますので、アンケートご協力いただいてますので、はい、お願いいたします。はい、いただきます。はい、ではこちらからお邪魔します。はい、お願いします。お願いします。あ、ほんまや、ミラーが。そうなんです。まあ、好みありますね。あの、実際のこうアナログ的だと、距離感が今まで少しつかみやすいと思うんですけど、はい、これはもう後ろについてるカメラからの映像なので、若干あの後ろに車がいても実際どのぐらいまで近寄っているのかが分かりづらかったりもします。カメラがいろんなこう角度があってですね、これ今面白いのが、自分の車が走ってるような様子なんですけど、それぞれにあるカメラの映像を合成してこんな風に、はい、いう感じです。これブレーキ踏むとこっちもブレーキがつく、はい、ウィンカーつければウィンカーがつくみたいな感じになってます、はいはい、で今回はオフロードというモードでいきます、はい、このカメラが非常に優秀で、はい、これ今真正面を向いてる映像ですね、はい、これが路肩を映してるカメラで、はい、よくある路肩を映すカメラって真上から真下見てるカメラ多いんですけど、はい、結構前方まで見えてくるので、はいはい、あの進む先がどんな風になってるかが判断しやすいと、はい、さすがにオフロードを走れる車なので車両のモードもいっぱいあります、はい、泥とかわだちを走ったりとか草手砂利雪だったりそれがボタン一つで岩場とかそうですでこれをこうコントロールしてあげることによって、はい、それぞれこうデフロックといわれるいわゆる両側のタイヤのこう差をなくしたりとか、はい、より走破しやすくするためにはどうすればいいかなっていうのを自動的に判断をして、はい、最適な動力性能を発揮すると、はいまあ、そちらでちょっと登り始めちゃいましたが、はい、登りは最大だいたい32、3度の角度まで行きます、はい、はい、もう少し行きます、うん、うわすごい、はい、この辺が今最大ですかね、はい、もう少し前方もうあの空と太陽の塔しか見えない状態ですね前方は、はい、もう少し行きます前何も見えるかね、はい、じゃあここから今度下りに入りますので、はい、後ろが持ち上がってきます、はい、結構横とかをこう映したり見ていただくと、はい、角度の変わりが分かりやすいと思います。今だんだんこれで水平に下りは今度もうほぼ45度に近い角度で下っていきますので、はい、感覚としたらもう落下してるようなんですねHSE の車両になるので天井に窓がついてますので、はい、だんだんこう角度がついてくるとこっちから今度はあの太陽の塔が見えると思います。はい、もう少し角度ついていきます。はい、でちょっと進んだところがもう少しグッと下がりますので、はいはいはい、もうちょっと下がっていきます。グッと下がります。おお、すごい。はい、この辺が一番高度がついてます。落ちてるよ、ほぼ45度です、はい、もうシートベルト固まってる状態ですね。はい、はい、じゃあ下っていきます。すごい。これ今ゆっくり車下がってくれてるんですけど、僕ブレーキ全く踏んでないんですね、はい、あ、そうなんや、はい、設定した速度で車がブレーキをかけながら下ってくれるので自分でブレーキ踏まなくてもゆっくり安定して下ることができますよと。全然怖くなかった。怖くないですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。乗り心地めちゃくちゃ良かったな。めちゃ良かったな。高級車。うん。じゃあ、はい、カタログで楽しみます。うん、ありがとうございます。